さあ2日目がやってきました。泣いてもらっても今日が最後なんでね。昨日の感じからして今日やるべきことを、まあ、やっていこうかなって感じですね。その結果サイズに恵まれたらいいなっていう感じでいます。なんで今日はちょっと珍しく色気を出して、サイズをちょっと狙いにいきたいかなと思います。あのルアーのベースは昨日と変わらないんですけど、エリアのセレクトだったり、沈み物とか立ち木とかそういうのは確認も昨日できたんで、まあ、もうちょっと精度高く、時間をそういうところに使って、やっていきたいなと思います。でいろいろ昨日ねトップウォーターもやったし巻き物もやったしいろいろやったんですけど、まあこんなんがいいかなっていう有効なあの釣り方は見つかったんで、それも今日はね、いろいろ昨日いろいろ やりすぎたぐらいやったんで、今日ある程度絞ってでかいのにたどり着けそうな釣りをメインにいきたいと思います、はい、で早速このね桟橋からちょっと離れたところに打っていく。昨日1本こう逃しとるんでね、ああいうところにその見えない杭とか立ち木にいかに多くのバスがサスペンドしてるかっていうのがなんとなく昨日分かったんで、浅いところの生命感が全くないんですよね。昨日はまだピシャピシャそこらかしこでボイルしとったんですけどね、ねえ思ったよりも、あ、食ってる、うわ、抜けた。くっそ、うわ、やられた。まあそういうことなんです。こっちは水深があるから頑張ったけど、ちょっと良さそうなんだな魚。そこの立ち木はもう進化でいいかな。くそ、結構今いい勢いで走ってったな左に。ここは終了。でかいっすよ。サスペンドしとりましたわ。こいつは逃したらかん。ほら、ええやつ来たやん。なるほどね。うわ、でけ。よっしゃ。ゆる。うい。来たっしょ。よいしょ、ね、狙い通りでしたね。おい、8時ぐらいからやっぱ浮き出すから、こういうとこにね朝の余韻がちょっとなくなりかけた瞬間に軽いものをふわっと入れると食う。はい、いいじゃん、やったね。太い、いかつ、重い。ありがとう。あ、あそこでも釣ってる。本日4バイト目にしてミッション。
ションを達成しました。でいいところで食いました。やっぱ昨日ね発見したピュッと出てきた感じで、うん、あそこの杭では釣れなかったけど、まああの杭もタイミングですわ。もう、うん、じゃついてるタイミングもあるし、だそういうところをランガンしていけばサイズいいのは多分出せると思うんで、ああやって人がやっぱ打ちにくいところはいいですね。ああいうのが理想ですね。そういう場所を何箇所見つけれるかによって釣果も変わってくるとは思うんですけど、まあ、結構これで心の余裕と、まだ8時9時ですからね。で逆にもう朝が今日全然だったんで、そう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 、で夕方も昨日あんな感じだったじゃないですか。んー、そうなると別にフィーディングの魚をもう狙う必要がなくなってくるんで、本当にフィーディングの魚がもう別にいいかなっていう感じになっちゃう。よかった、でも本流で魚取れて、うん、本流筋っていうのがねいいですね。8本もロットつぎ込んだ回がありましたわまあ消去法で行って、あ、まあまあ減るんですね。まあ夏ですもんね、田んぼとか飲水すると減りますわね。まあまあ、そんなめちゃめちゃ大きくないけど、もうパターンを証明する続けざまの一匹。よいしょ、おい、ほら、こいつもね、ちょっと痩せ気味ですけど、ほら、丸飲み。ね、テナガスティック。ああ、いいっすね。あの、ダチキの一番沖側。一番外側に落としたんですよ。外側に落としてヒューッと落としてたら、もう勝手にラインがビッて走ってた。はあ、釣れるじゃん、いいね、いい。一頭しかしてませんはい、キュッとこうちょっとフォールスピードが一気に速くなったんで、おっと思って、この釣りは脳進化なんで、だいたい脳進化についてね、落ちていくときにフォールベイト、フォールベイトっていうぐらいなんで、あの落ちていくときに当たりがあるんで、糸のたるみをしっかり取って、そのたるみを見とくんですよね。たるみが張ってきたら糸出せばいいし、たるみすぎたらちょっと曲がらない話みたいな感じで、こうちょうどいい、U までいかないけど、このたわみを作ってあげるのがすごく大事ですね。そうです。これ以上張りすぎると手前に来ちゃう。そうですね。まあまあ、あの張ってるよりかはダルダルに緩んでた方がいいんですけど、うん、張るのはもう最悪な感じなんで。だからまあそういうフォール中の当たりを取ろうと思うと、このいい感じにこの絶妙、U までいかないけど、これなんていうんですかね、これどれぐらいなんだろう、お椀までいかないけど、これが今これだと張りすぎ、この状態が張りすぎな状態、手前に来ちゃう。理想はこれぐらい、これぐらいをキープする。でこの、まあ、変更レンズを必ずしてもらって、変更レンズ越しにその糸のたるみがちょっと入れば食ったかなっていう感じになるし、あくまでリールはその糸付けを調整するだけで、調整が何も落ちてんじゃないか。涼しいな、汗もかかないっすわどうなっとんねん、ほんと
釣れてる。赤色のボート。ちょっと向こう側行きたいんだよな。